みんな聞いてください。ちょっとすごいあれお昼なのにさっきとなんか変わってなくないってなるじゃないですか。私寝てて、そう、ちょっと聞いてください。もう本当にバカって思うんですけど、私のバカバカねエピソード、寝起きの顔してる？この枠40分までにして、え、マジ ?40 分まで？いや、そう、寝起きの顔してる？マジで、ちょっとすごいすごいすごい、本当にすごくて、なんか今日はさすがに寝ないとやばいと思って、毎日か、あの合間に寝たとしても10分とかしか寝なかったから、で朝配信が終わって8時過ぎくらいにパタって寝てたんですよ、ここで。で10時過ぎくらいに起きて、あ、寝れたわと思って、でもあ、まず2時間もあるんだと思って、いや寝るべきかな、いやでも寝ない、起きとった方がいいかなと思って、でも寝れるなら寝た方がいいなとか、なんかいろいろ悩んでるうちに、まあ、ベッドに行って普通に寝ててで、あ、アラームしないと絶対やばいよなとか思いながらもう寝ちゃってたんですよ。でこれ15分からの配信じゃないですか、で12分に起きましたやばくない？12分に起きました。全体時間5分オーバーになって、あ、本当ですか。じゃあこれは40分に終わります。ありがとう、教えてくれて。え、やばくない？私本当に漫画みたいに飛び起きました。パってなんかパって目覚めるじゃないですか、時計見るじゃん、12時12分って書いてて、てんてん、次の配信12時15分、やっぱりってシャーンって、お食べ起きて、でちょっと準備してきました。やばすぎね、もう配信の体になってるのかなっていうくらい、だって何もアラームとか何もしなかったのに、え、マジでびっくりした。っていうことがあったんですよ。だから私は何もしてない。ただ寝てただけこの合間。まあ確かに、睡眠時間がやっと取れたから十分。え、めっちゃ今日寝たよって。4時間くらい寝た、この合間で。合計今日7時間くらい寝たかも。夜は3時間くらいだったからめっちゃ寝れました。よかったよかった。ただもうちゃんとメイクします、今からこの配信が終わったらだってまだ、あ、メイクはちょこっとやったっけ、パジャマ T シャツのままえ、スケジュールも、ま、ちゃんと書いてきます、これ終わったら絶対。ということで40分までなのでケーキを作りますよ、皆さん持ちかねの。いやマジ起きれたのすごすぎてびっくりした。なんでなんで起きれたんだろう。ねえ、びっくりです、本当にすごすぎる。さあケーキは、え、もうね本当にやろうと思えばすぐ完成するんですけど、最終日に完成するように一
見える？ここまで完成してます。あ、これめっちゃ一番下に取れちゃうんだけど、顔見えてる？今日は一番下の段、これ真ん中の段ができたので、次は一番上の段を作っていこうと思います。今日は、もうほらこのパーツの数も少なくなってきたよ。もうね、一瞬でできると思うよ多分。さて、これでも一番上の段作っていきます。もう余裕の酔っちゃうんですよ余裕の酔っちゃうんですよとか言って調子乗ってるとできないんですけどね。本当にさ、あ、今寝すぎてさ、めっちゃ夢見ました。ちゃんと夢見た、いろんな夢見ました。覚えてるもん、まだ。なんかね、すっごいドラマみたいな夢見た。本当に、いやでも久しぶりにこんな寝ました。よかった、よかったよかった、本当に睡眠時間が取れたから良かったです。にしても起きれたの奇跡すぎるやろ。ほんと自分を褒めたい。ちゃんと起きたの奇跡だけどね。なんで起きたんだろう、不思議現象すぎる面白い。いやでも本当にこれ起きれたから良かったって話せるけど、起きてなかったら最悪なことになってましたよね。寝坊してたらやばかったちゃんと寝るときは目覚ましをかけましょう。もうほらペースが速くなってきたくない？作るペース。前もめちゃノロノロで作ってた。あ、クマタワーありがとうございます。あった？めっちゃ私の指が映る。あー、ちょっと待って。8月のプチュちゃんさんって可愛い名前やねありがとうございます。ひなちゃんありがとうございます。ゆいなさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう、あー、ありがとうございます。お借りします。え、待って、持つ絶対パーツ、あ、あったあったあった。待って、40分ですよね。あ、オッケーオッケー、余裕余裕はい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 、いきますよ。完成が本当に近づいてきましたね。めちゃめちゃ形になってきたから、すごい。もうほら2段できましたよ。なんか3段重ねてできるんだけど、2つの段できました。早い、さすが、早いです。できちゃう、できちゃう。見えてます？
牛になってできちゃうやつやね。楽しすぎる。次買うとしたら何に買おうかな。動物系もいっぱいあったしな。おお、ほら、あとイチゴ乗せる。本当成長したんでしょ。もう成長しまくりよ。やばいやばいって何回もやり直してた頃が懐かしく感じます。もう今はほら一回もやり直さずにシュンシュンって言ってます。超ハイスピード。一番下の段が難しすぎたあれが本当に難しすぎました。心折れかけてたからね。さあこのイチゴをのければ。あ、まだですね。あー、ほら一枚のケーキができました。え、すごい可愛くないですか。で、あとさ、このほらこの夫婦の2人を乗っけてくっつければ完成なんだよ。じゃあこの2人まで乗せておこう。え？予備パーツがあるのかな、これ。すごくない？ほぼ完成だよね。かわいい。キャー、細かい。ウェディングケーキですから、トリが乗ってる。めっちゃかわいい。なんかパーツめっちゃ多いと思ったけど、めっちゃ予備のパーツはあるのかな。一個ずつある。さあ一番上の段が完成しますよ。ああ吉田の顔見えてるから。さあできました。一番上の段かわいすぎるどうしよう。ですれ昨日買って完成させる。え、早マジすごい。買ったんだ一日で。じゃんじゃん、一番上の段。ケーキのやつマジで欲しいですって。イエー。可愛くない？バリ可愛いんですけど。めっちゃいいね、いいね。さあ、皆さん、これもう一番下の段のケーキと真ん中の段のケーキと、そして一番てっぺんのケーキが完成しました。3つ揃った。やばい、もう感動的すぎます。これは負けちゃうねあとはね、全部をこうやってくっつけたら完成です。いよいよ。なのでそれは明日最終日にくっつけ
ける作業をして完成させたいと思います。すごい、やっとだね確かに本当これやってよかったと思う。打ち上げに間に合いますね。いやーめっちゃいいな。あ、ちょっとあの1日目というか一番下の段を作ってた日々を思い出すと感動しますね。サイズ感めっちゃ可愛い。確かにそれな、マジで可愛い、本当可愛い。めっちゃオッケーオッケー、楽しみですね完成が。パーツはないとこ なかったです。よかった、なくしてなくて。でも予備がすごい入ってて、むしろめっちゃ余ってます。さあこれ完成を楽しみにして、あと5分くらいね。レゴやったことないですよでもこういうね細かいの、コラボ5分伸ばす。今何分の予定なんだっけな。30分。あ、あれ違うか。27分とかか。これに書いてなかった。確かに、じゃあラストの枠を5分減らし。5分 ?10 分 ?5 分 ?5 分伸ばし。減らして。オッケーオッケー、そうしましょう。あーもうあっという間だね。でも完成してよかった。じゃーん、終わりましょう。今からちゃんとメイクしてお着替えして髪の毛もしてご飯も食べて、また3時に会いましょう。15分、違う20分。次の企画はマジック習得ですよ皆さん。よし、じゃあランキングを読みますうん、13位ハラペーニョさん、ハラペーニョさん、ハラペーニョさんありがとうございます。12位ピクシンさん、ありがとうございます。11位和田さん、ありがとうございます。10位ロロさん、ありがとうございます。9位ルカさん、ありがとうございます。8位カズミンさん、ありがとうございます。7位希望さん、ありがとうございます。6位シュウベイさん、ありがとうございます。5位ヒガさん、ありがとうございます。4位ハヤちゃんさん、ありがとうございます。3位8月のプチュちゃんさん、プチュちゃんさん、ありがとうございます。2位ユイナさん、ありがとうございます。ひなちゃん、ありがとうございます。くまたわも、ありがとうございます。ありがとう。あと3分、あと2分ある。お疲れ、ありがとう。次は3時20分、15時20分です。いや15時20分からです。
マジックします。質問紙は14時35分で。お願いします。ピースして。でも今すっぴんなんで、あんまり。マジックですよ、マジック。マジックでございますよ。お楽しみに。あ、お仕事行ってらっしゃいません。失敗するか。なんでそんなこと言うんですか。大成功させますよ。顔むくんでる。ありがとうみんな本当に。それじゃあ次は本当に待ってます。15時20分でまた会いましょう。お待ちしてます。よし、じゃあね、また後で会いましょう。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。